道のくケマダラカミキリはカブトムシ目ハムショウカミキリムシカに分類されるカブトムシ。カミキリムシの一種であるケマダラカミキリの一アッシュ。全長は、有志でやや大きく差があるものの、20ミリメートル前後。中型のカミキリムシ。体は黒色だが、上羽には、灰色や金色の反転状の毛の紋がたくさんある。本種のもう一つのアッシュであるケマダラカミキリとの外観の、 大きな違いはあまり見られない。成虫は年に1回、4から7月頃に発生する。詳しい生態については分かっていないことが多いが、本種の一生は、植草である、半ン草類、及びその周辺で過ごされるため、生息地から離れることは、まずない。そのため、未だ発見されていない、たくさんの生息地で、ひっそりと本種が繁殖している、可能性が高い。 詳しい生態は不明なものの、成虫は4月の下旬、7月の上旬に見られ、交尾した後、メスはハンゴンソウの茎に産卵する。孵化した幼虫はハンゴンソウの茎内で過ごし、ハンゴンソウの茎を食べて育ち、冬前にサナギになると思われる。サナギのままで冬を越した本種は、次の年の初夏に浮かし、成虫となると考えられている。本種については、 岩手県の昆虫研究家などが詳しい調査等の研究を行っている。植草は半ゴン草とされているが、その近縁種でも繁殖が確認されていて、外来種である黄半ゴン草で繁殖している生息地がほとんどで、植草の半ゴン草とともに個体数がもともと少なかった本種が繁殖力が強く、数の多い黄半ゴン草を植草とすることで、 個体数を増したと思われる。本阿種は本州北部の実の分布となっている。ただし、岩手県以外の県での確認例は、いずれも数例のため、ほぼ岩手県特産種となっている。さらに、生息地は局地的。ただし、生息地内での個体数はある程度安定している。本州は2阿種に分類されていて、そのうちの本州に分布しているものが本阿種。 北海道に生息しているものが別アシュとなっている。ケマダラカミキリは生息地も多く分布も広い。一方で、本アシュは岩手県の広範囲、秋田県、新潟県、福島県のいずれも一部地域のみの分布となっている。ただし、岩手県以外での確認例はいずれも数例のため、ほぼ岩手県特産種となっている。また、岩手県では、 県内の広範囲で見られ、個体数もやや多く見られるため、希少種とは言えないようである。ありがとうございます。